JR 西日本キハ126系機動車。キハ126系機動車。キハ126系機動車は、西日本旅客鉄道、JR 西日本の一般系機動車。なお、本校では同時に、同じコンセプトで製造された、キハ121系機動車。キハ121系機動車についても記述する。便宜的にキハ126系の例番台プラス線。 バンダイの編成をバンダイ、十バンダイプラス1十バンダイの編成を十バンダイとして表記するほか、バンダイを一次車、十バンダイと、キハ百二十一系を二次車と称する。JR 西日本がローカル線の地方都市間輸送用としては、初めて申請した車両である。山陰地方で道路交通網の整備が続き、鉄道の取り巻く状況が年々厳しくなっていることから、 山陰本線を高速化するとになり、2001年の山陰本線や杉駅松田駅間の高速化事業によって一時車として0番台が投入された。その後、2003年には山陰本線鳥取駅女子駅間、陰備線の鳥取駅地図駅間、堺線の女子駅境港駅間の高速化事業によって二次車として10番台及び、使用線区の輸送量を考慮して、 同一コンセプトながらも、両運転第一きとした、キハ121系が、投入された。本系列は、一次車が、島根県、二次車が、鳥取県の資金援助、無利子対応を受けて製造された。高速化された線区での高速走行ができる、下回りと、同社が、新造電車で行っている、車両システムの統一や省力化、 また交通バリアフリー法への対応などを盛り込んで設計され、一次車は前車が新潟鉄工所で、二次車は前車が新潟鉄工所を引き継いだ新潟トランシスで製造された。本系列は山陰地方の鉄道を取り巻く状況を鑑み、現状の輸送力を確保しながらも高速化と効率化を両立し、今後の取り扱いや保守なども考慮して、 以下の設計思想の下設計が行われた。以上の思想のもと、車両の標準化を目指して、電車との危機器共通化、省力化のため部品点数の削減、JR 西日本の新製車両の共通コンセプトで、ある、長く親しまれる、落ち着いたデザインを継承しならも、シンプルデザインと温かみの感じられる車両を基本コンセプトとして、外装、内装のデザインを行った。 また、同時に製造された、キハ187系とは保守軽減のため、機器を極力共通化している。車体は、軽量ステンレス製で、車体塗装は側面には赤色の帯を中央に配し、コーポレートカラーの青色が巻かれており、前面は黒色としつつも、高速運転のため警戒性を高めるため、赤色が使用されている。外観は、機能的な無駄のなさから、 美しさを見出せるようにデザインされた。キハ187系と同じく223系2000番台と基本的に同一構造であるが、アーバンネットワークなどに比べれば乗降客が少ないことなどの理由で断面形状は車体部の絞り込みがないストレートにな、いる。乗降扉は片側2箇所に、片引き戸で常時半自動扱いで操作はドアボタンで行う。ただし、 ごく稀に自動扱いになっていることがある。行き先表示器、運賃表とドアボタンの案内には発光ダイオードが採用され、行き先表示器では種別をスクロール表示している。例番台は乗務員用扉が省略されており、ドアチャイムの音色が10番台、キハ121系とは異なっている。また、キハ126系の運転台のない側には、 転落防止ホ留が設置されている。なお、以下の車両には、車体全体にラッピングが施されている。思考順。本系列の製造にあたり、一つの機能に対して一つのスイッチ、一つの指令線が必要であった、従来の考えを払拭し、デジタル化して伝送することにより引き通しの配線量を減らすことができるとともに、 ガイダンスモニターの画面により制御することができる列車情報制御装置が搭載されている。ブレーキは、機関ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキを採用し、雪の多い区間を走行することから、大雪ブレーキも装備されている。電車との共通化と配管の減少及び TIX の導入による配線の簡素化のために、JR 西日本の機動車としては初めて、 電気指令式ブレーキが採用された。基礎ブレーキ装置は、踏み面ブレーキ、同軸、ディスクブレーキと、踏み面ユニットブレーキの併用、重軸となっている。ディーゼルエンジンは、キハ187系と同じ、小松製の SA6D140H を1機、搭載し、片方の台車に動力を伝達する、二軸駆動。 最高速度は時速 100km であるが、軌道加速度及び中高速域での加速性能は従来車より向上している。二次車には馬力切り替えスイッチを備えており、450PS と低出力仕様である 265PS に切り替えことが可能である。台車は223系や207系と、基本的に 同一構造の軽量ボルスタレス台車であるが、最高速度は時速1 0 0トルであることから、4段波は準備工事となっている。変速機は DW21 変速1段、直結4段を採用し、これも機波187系と共通する。また、制御回路も223系などの同社の電車に準拠したものとなっており、冷暖房装置や制御装置、 補助電源用の参照交流電源や列車やエンジンを制御する直流電源をエンジンに低速回転装置を開始接続した発電機で発電し供給する電気駆動方式を取り入れている内装は暖色系の色彩でまとめられている内装パネル、窓枠、乗客用の荷物棚や手すりに木質のプラスチックを使用しておりこれらのほか、 運転台や座席など、すべての内装品は簡単な工具により容易に、取り外し組み立てが可能で、保守の省力化を図っている。トイレ、様式は、運転室の後部、キハ126系0番台、10番台の運転席、後部、およびキハ121系のマスダ側運転席後部に、設け、ワンマン運転時の車内の資格を少なくしている。冷房装置は0番台では、 集中式が1台搭載されているが、10番台、キハ121系は集約分散式が2台搭載されている。座席はボックスシートを基本とし、ドア付近の一部及び車端部にはロングシートが設置されている。一時車ではボックスシートの手すりが座面の端から背もたれにかけて円弧を描くように設置れたが、10番台。 キハ121系は座面に対して平行に設置され、上面に肘掛けが設けられた。トイレのある反対側には車椅子スペースを備えている。10番台、キハ121系では防音、防震性能向上のため、床構造を変更し床面高さが 18mm 高くなっているが、上高扉と貫通扉の高さは0番台と同じとしたため、 上高扉付近と貫通部の床にスロープを設けている。また、定番台は複層ガラスであるが、10番台、キハ121系では、外側のガラスを合わせ、ガラスへと変更し、飛来物が貫通しにくい構造としている。運転台は223系に準拠しており、横軸にハンドル式主管制御器、緊急列車停止装置、EB 装置、TIX の、 タッチパネル式、ガイダンスモニターなどを備えている。2018年1月15日より全車両のデジタル式運賃表示器が液晶ディスプレイ式の運賃表示器に変更された。キハ126系は0番台プラス1000番台、および10番台プラス1010番台の2両単位で蘇生される。全車両が五島総合車両所に所属している。前日の通り、 島根県、鳥取県が資金援助したという導入時の経緯もあり、基本的には、山陰本線の鳥取駅マスダ駅間の快速列車を中心に、下記の区間にのみ運用されている。ただし、キハ121系単行ワンマン列車については、運用の都合上、兵庫県の浜坂駅まで入線する運用がある。2011年4月より、臨時快速、山陰海岸、 ジオライナーとして、土曜、休日のみ三日市一往復だけ取駅から、豊岡駅まで乗り入れており、これにはキハ126から11.1011 11が、使用される。なお、本系列の投入により、快速、岩見ライナー、アクアライナーの同車投入前の相性、鳥取、ダナーの運用からキハ58系が外れた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。